ットを乗せば。俺は佐藤一馬。親は大企業の社長で可愛い幼馴染と再会を果たしたどこにでもいる高校生だ。お兄ちゃん、もう朝ですよ。パンを焼いておきましたから、一緒に食べましょう。私の前で遅刻なんて、絶対に許さないわよ。ほら、早く着替えて。幼馴染が起こしてあげてるんだから、ありがたく思いなさいよね。もうちょっとだけ寝る。すごくいい。このままずっと美少女に囲まれたハーレム生活を送りたい。だが油断は禁物だ。俺は受け身で美少女たちのアプローチを待つような王道テンプレ主人公なんかじゃない。夢を叶えるため俺は行く。実は顧問が熱出して、急遽部活がなくなってさ。だから今日はアイリスと一緒に帰ろうかと思ったんだけど。本当ですか？もちろんです。すぐに準備して。アイリスさん、お待ちなさい。まだ持ち場の掃除は終わっていないはずですが。真面目なあなたが掃除をサボろうとするとは珍しいですね。ごめんなさい、つい。すみません、クレア先生。俺が突然誘ったのが悪かったんです。アイリス、じゃあ下駄箱で待ってるから。そんな走ってこなくても大丈夫だったのに。こうして一緒に帰れることはなかなかないので嬉しくて。部活を始めてから学園のヒーローになりましたし。学園のヒーローなんて大げさだな。部活に入る前は毎日一緒に帰ってたからな。あの頃はお兄ちゃんと堂々と手をつないで、今なら他の
の女子生徒に嫉妬されますよね。お、なんだ？手をつなぎたいのか？ほら、手を出して。それじゃあ。そんなに恐る恐る握らなくても。なんだか照れてしまいます。それに恋人同士みたいで、ちょっと恥ずかしいですね。いやー、俺の妹は今日も可愛い。お兄ちゃんにそうやって褒められるのは素直に嬉しいです。将来アイリスと付き合う男が羨ましいよ。こんな素敵な女の子、なかなかいないと思うから。私は、付き合うならお兄ちゃんとがいいです。嬉しいこと言ってくれるじゃないか。でも俺たちは兄弟だから、それは無理だぞ。そうですよね。私はお兄ちゃんと手をつなげるだけで十分幸せです。おかしい。帰り道も一緒に手をつないで、いい感じの雰囲気に慣れてたはずだ。それなのに、夕ご飯くらいからアイリスの態度がそっけない。何かフラグを間違ったか？それとも。アイリス、なんか元気ないみたいだけど、帰ってから何かあったか？お兄ちゃんは本当に何でもお見通しですね。お父様には黙っておけと言われましたが、実は。お兄ちゃんと、私は。血が繋がってなかったのか？そう、血が繋がってなくて。お兄ちゃんはもうご存知だったのですか？はい、またまたお約束来ました。いや、知らなかったけど、なんとなくそうかなってずっと思ってた。容姿とか全然違うからな。私はすごく驚いたのに、お兄ちゃんはすごいです。何でもお見通しだったのですね。だって気にすることないだろ。俺たちがこれからも兄弟であることには変わりないんだから。兄弟、そうですよね。お、どうしたアイリス、まだ何か悩んでることでもあるのか？血がつながっていないのなら、私もお兄ちゃんの彼女さんになれるんじゃないかと思ってしまって。でもやっぱりそんなのダメですよね。
ごめん。俺の言い方が悪かった。アイリスがそう言うなら、もちろん俺だって大丈夫。全く起きる気配がないな。この前のように体に落書きでもしてやりましょうか。おいお前ら、俺の体に何するつもりだ。お兄ちゃん、突然どうされたのですか。あれ、誰かが俺にいたずらしようとしてる気がして。ごめん、気のせいだったみたいだ。さっきのは何だったんだ。だが、今はそれよりもアイリスだ。目論見通りいい感じに。残るは、憧れの人、ユンユン姉ちゃん。